この番組は京都メーカーおたべの提供でお送りします。 I have a pen I have an apple、Apple pen。 Hello 大家好，我是 Liu， 我是 Yuma。 今天不是我们两个人的摄影，对，那我们要有请我们今天的 guest， どうぞ。こんにちは。大家好，我们是リカリカ。哇，他们两个呢是双胞胎，没有发现声音一模一样，长相呢其实我到现在还不会分。对呀、啊。对对对，然后呢他们两个其实是现在高中二年级还是这一年哟。高二年级。他们是模特儿，然后呢自己也是有自己的 YouTube 频道，就是网络红人，就是兼模特儿这样。那今天机会难得，两位是 JK， 就想说今天呢我们要来问他们一些有关现在日本高中生 JK 的一些事情。我相信大家呢其实有很多这个问题嘛，就是日本的高中生是怎么生活的，一天的作息啊，就是很多种问题。今天呢就要一一解答大家的问题，就问他们两个。よろしくお願いします。お願いします。そうか、日本の高校生か。始まったね。日本の高校生はすごいすごいよ。ぶっちゃけスカート短いですか？短いですか。やっぱま、あのまくります。まくります。遊びに行くときは本当にこれです。じゃあもう立つとここですか？それぐらい。お二人は左側階段登る時とか見えますよね。押さえて。なんか吐くんですか？一応吐きます。あ、店パン、はい、安全裤。一つだけ多分ね、質問多いですよ。冬で寒いじゃないですか、うん、ああ、そうです。なんでそれでも短いスカートですか？可愛いから。可愛いから。あ、やっぱ可愛いと思うんですよ、うん、高校楽しいですか？楽しいですか。二人モテますか？モテないです。あ、そう。学校の一日って、どういう過ごし方ですかね？朝8時半とかに、8時半、学校に行って、で、3時半とかに終わります。あ、結構長いですね、うん、長い、はい、うん。じゃあ3時終わって部活とかあるんですか？部活もするかもいます。あ、二人はやっぱその活動をしてるから、はい、部活には参加していない、はい。あとアニメの世界で言うと靴を入れる棚あるんじゃないですか、うん、下駄箱、うん、あれは本当にあるんですね。下駄箱、はい、あれはあります。あれすごい憧れですよ私は。そこに靴を入れたいです。真的吗各位？就是看日本动漫的，看日本动漫的朋友呢，一定会觉得，哎，那个是日本的高中。那他们呢？什么那个的？ラブレター。啊，是ラブレター，一代。我现在才想说。そうです。啊，入ったことあります？ない。入れたことあります。でもバレンタインデーの時にチョコとかあげたりしません？あ、なんかでも最近サプライズみたいなの流行ってて、下駄箱をなんかこう可愛くして誕生日のデコレーションするんです。サプライズとかする。初めて聞いた。女の子同士なんていう。そうです。あ、誕生日とか、うん、休みの時間、うん、何をするんですか？休み時間、学校のみんなお菓子食べたりとか、うん、あとはなんかこう携帯のアプリ使って写真撮ったりとかして、はい、あ、何のアプリ使うんですか？今はスノー。男もそうですか？男もする、うん、あ、携帯上 OK なんですよね、うんうん、あ、化粧は？化粧はダメです。あ、化粧はダメです。じゃあ学校にいるときはスピン、うん、学校終わったら出かけるときとかに持ち歩いてポーズを、うん、放課後にします。へ、うん、放課後にもうみんなこうやって遊びます。、はい、遊びはどこに行かれるんですか？うん、プリクラ撮ったりします。あ、出た。一回遊ぶとき何枚撮ります？プリクラでも多かったら4枚とか、うん、プリクラ何が楽しいですか？なんか目とか大きくなるから可愛く映るじゃないですか。なんか最近撮ったさ、漏れたプリクラとか見せてほしいね。あります。なんか出していいですか？はい、大丈夫。好，给大家看一下他们两个经常假日去玩的プリクラ。え、全然印象違うね。本当に。あ、これは取りに行くわ。スノーとはまた違った。なんか色系が出るね。だから好きなんだねみんな。それ以外は他に遊ぶ、よく友達と遊ぶ場所とかあります？
あーでもなんか自分たちの学校が田舎の方やから、うん、なんかこう近くにこうなんていうの大きいスーパーっていうか大きいイオン、うん、大きいイオンモールみたいなでっかいモールそういうのがないんですよ。あない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 自販機ですか？自販機。ほら、君の名前に出てきた自販機と便利。あそこ座りたい。クラスの一番後ろから2番目の 窓際。ベランダ側。うん、ほら、よくアニメの主人公そこに座るんじゃない？ベランダ見て。うん、で、こうやって、こうやって。それだから、差不多、常有这种外で見てさ、で、先生に怒られて、はいはいって、やりたい、やりたい。なんか今流行ってる自撮りの仕方とかあります？おー、教えてほしい。自撮りの仕方っていうか、でもやっぱそのアプリを使ってっていうのが今流行ってます。絶対加工しやなアップできやんみたいな、うん、あー加工しやなアップできやんなファミリー、他们两个就是三重县就是关西来的所以有关西县又买听不懂反正我听得懂大家现在日本的吗？聞こえない。现在要学一下他们现在的日本的高中生到底流行什么样的就是改修图方式。我们一起拍一张。耶、yeah. ！好，这是还没有修图的照片，然后呢，现在请他们修图，然后再给大家看。耶、oh yeah. 欸！哎、欸、哎，見て見て見て。ゼリーみたいになった。ほら、ゼリーの表面みたい。なんかフィルムみたい。那么ノイズを入れるっていう。好，哎、欸，给大家看一下，枪。哇，すごいですね、これは。え、マネオ。マネオ。おしゃれだね、おしゃれになったね、すごく。女子高生の流行り言葉。言葉。言葉。なんかこう語尾にみをつける。あ、聞いたことある。うん。嬉しみとか。あ、そう。みんなこうラインで。うんうんうん。そういう時とかに使う。制服ディズニーとか、ああ、みんな憧れ、聞きたいですか？みんな憧れなんですね。制服ディズニー、うん、なんで制服ディズニーそんなに憧れるんですかね？高校生のうちにしかできない JK ブランド、 JK ブランド、なんかよく聞かれる質問ですけど、大家常問的一个问题就是、なんでその、まあ、休日でも学校がない日でも制服で遊びに行くんですか、うん、っていう質問。え、やっぱその JK のうちにしかできやんし、なんかツイッターとかインスタとかにこうみんなあげたいんですよ、こう自分の制服を。うん、なんでこうなんか友達とお揃いで着れるじゃないですか、はい、でも学校やったらこうピシッてこうしてないと怒られるじゃないですか、頭、うん、を締めてみたいな、はい、だけど休日やったらこう何しとってもいいじゃないですか、うん、スカート曲げてもいいし、ね、はい、だからあのより可愛く見えるからみんなそれ着てくれ、男はどうですか？なんか見たことないかも。あ、そうなんですね。好，其实大家有看过他们就知道，就是刚刚在片头就介绍过他们呢，他们自己就会说抓一些现在流行的歌曲，然后跳舞，就是播这个跳舞的影片。平时是他们两个双胞胎，双胞胎在跳嘛，机会难得，就想说我们现在四个人一起跳。耶！有你们有多厉害？是吧？是是。好，那我们这个节目呢来到了尾声了，可以跟他们两个一起跳舞呢，真的就是，我非常荣幸，非常荣幸可以跟三位美女站在这里拍这个影片，很高兴。那最后呢，就由他们介绍是他们的这个活动。5月3日に行われたガールズアワードっていうファッションショーに出演しました。本当に憧れのモデルさんたちがいっぱい出演されてて。それが一つの夢だったんで、叶って嬉しかったです。
ありがとうございます。有没有看到吗？就是这个发生秀呢，是日本最大级的，30,000个人哦，这30,000个客人是日本最大。然后呢，现场的主持人都是艺人，然后参加的模特呢都是平时在电视上看到的很有名的人，他们居然跟他们同台，是会的。然后今天我可以跟他们同台，是会的那个。こんなすごい人と同じとこに立って同じ空気吸って変態はい変態って言われましたはい、でもすごいねそれはやっぱ動画いつも見るんですけどファッションはねうんすごいかわいいねそれ大家如果要知道日本の現在年轻人のファッションの話呢二人の YouTube 見てくださいわかるからね日本の今如果对他们有兴趣的话呢，可以到这个影片的简介那里呢点击看他们的，就是更多他们的情报。嗯，じゃあ今日はよろありがとうよろしく。今日はありがとうございました。未来的大明星现在已经很红了，可是未来可能是超更厉害。嗯，握手してください。あの実は今のど今はい、実はあの動画で残したいんでちょうど。これから握手できないんで。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。じゃあ皆さん、バイバイ。